後で後で触れようと思ってたんですけど、あのその教育に関して言うとですね。ちょっと先取りしてごめんなさい。はい、9月11日下村博文文部科学大臣が記者会見で、6月に出した国立大学の人文社会系学部の、えー、改組廃止を求めた通知について、うん、誤解を与える文章であった。誤解の余地ないですよ。で、どうやって誤解したら<え>役人の役人の作文能力が低かったと。 いや役人の方が絶対偉いんです。<laughs> あのこれは言っておきますよ。国会議員より役人の方が絶対に能力が高いですよ。これはどういうことですか。これは役人のせいにするな。教育養成関係の学部と人文科学系社会科学系についてはこれ廃止または見直しという通達だったんですけどね。はい 本当にそう書いてありますよねますそれ廃止がかかってるのはこれは教,育教員養成系だけであって人文社会は見直しがかかってるんであってこれは別々なんですっていうね信じられない言い分を言っていたのでじゃあ来年の大学にしてこれ使って使わせてもらうじゃないかってね、うん、本当に <laughs> 廃止はどこにかかるのかってうんでねでもさそれなんか言われた時に撤回するっていうのも不思議なこれね見苦しいのはねこれ9日の日に経団連がおかしいって言ったのでその2日後に謝ってるんですよ でね7月に日本学術会議がねおかしいじゃないかと人文系社会系の廃止なんて文系軽視だって言って文句言ったら、はい、それに関しては、ね、無視なんですよ。ところが経団連が言ったら翌々日にですね全く我々は文系の廃止なんんてて考えてもいませんでしたそれはねあの経団連の方がねその、まあ、文系を廃止しろというような要請っていうのが産業界の要請を文科省が対してやってるというふうに国民理解が広がってるのでそれは違うと。 なこと我々頼んでないとまあ、うん、身の潔白を言うために声明発表したので結局まあ文科省は二階に挙げられてはしごされたわけですよねあ<ー>あそうですね <laughs> もちろん経団連はもちろんやると言ったんですよ、うん、教員系いらないと人文もいらないして言ってヘイヘイと言ってやったらこんなこと言ったおこうやないってね ひどい経団連もひどいですよね。だひどいやつばっかなんですよ。<laughs> 文科省もひどいし、経団連もひどいし、これ平々と言ってね。も、うん、あの人、文系文系の学部の廃止に取り掛かった。学校はもう26もあるんですよ。えー、これこういうそういうね。なんかひどい。話はもうちょっと裏でこそこそやるね。 これも恥ずかしいほどねらまで恥ずかしいほどに可視化されてますね最近ね本当にかしガラス張りで見てるようですよね <laughs> どこが原因なのかをほんまにちょっと考えてみたいねい誰の顔そ<う>見てだったら、ね、見てるのはアメリカの顔とその次は財界の顔ですよねうもう全部そっちに向かって動いてるって感じですよね本当に文部科学省って今役人さんどんな気分なんだろうきっとあの 優秀な人たちが集まってると思うんですけども、うん、僕も僕は首相にずってと関わってる政治家の方知ってますけど一生懸命やってありますよただねもうあまりにも決めること考えることが多すぎて全部を把握してる人っているのかなっていう感じはありますね昔は悪いけどね本当にはっきり言うけども,もちろんいい人なんですよあのあちこちの要請に応えてね何とか彼らに日本の教育を守ろうとしてるのわかるんだけども悪いけどねこの四半世紀に関して言うとね 教育行政全部失敗してるから全、うん、全部、うん、全部失敗してるわけで、うん、ことにかく教育研究の水準ががっと下がり続けてるわけわあ,、ねうん、あれをしろこれをしろといってどん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 とにかく教育現場に仕事をしつけていって、うん、でも教育現場で働いてるのって生身の人間なので教育研究のねパフォーマンスが向上するようにもっと工夫しろって、ね、会議をやれペーパーかけって言われたら。 それやっっててたらら研究教育のの時間間減るるに決まってるじゃなないですかか生身の人間なんだ本当にね研究教育の質を上げるための会議で研究教育の時間がどんどん減っていって研究教育の質が落ちてるっていうねこれ当たり前のことなんですよ生身の人間が24時間しかない時間を使って仕事をしてるっていう当たり前の事実に気が付かないでとにかく次から次へとあれをやれこれをやれってね 今だってだ僕25年ぐらい前に大学のあの0任教員になった時と比べるとその前の女子の時代とくら比べたら多分作業量僕がえ0 0専任教員になった時のだから助教授になった時のね90年の時から比べると25年間で4倍ぐらいでしょうね。うんうん